こんにちは、伊藤です。今日のこの動画では、睡眠が取りにくい方の傾向として、筋肉が硬くなることがあります。じゃあ、どういう筋肉が硬くなると、こう、寝にくいなっていう傾向にあるのか、それをお話ししていこうと思います。前提として、寝れないっていう症状っていうのは、いろんな要素が絡んでいます。それこそ自律神経が乱れてるとか、交通事故して頭を打ったとかですね、あとはこう、内臓の病気を持っててとか、いろんな要因があるんですよ。だから、これをやったら絶対睡眠が改善できますよと保証はできないんですが、あくまで一つの要因、筋肉の硬さで、睡眠しにくくなるよね、そういうアイデアの一つとして今日の動画を参考にしてもらったらと思います。今日はですね、上半身と体幹の筋肉をメインに取り扱っていこうと思います。僕の感覚ですね、いろんな方と接してきて、あ、ここが硬いとあなんか寝にくいなとか、でここが緩んだらこう寝やすくなりましたという方が多いのは、頭の周りとか首の周りとか背骨の周り、そして肩甲骨の周りだと感じています。一つ目の筋肉はこれですね、これ僧帽筋と言います。僧帽筋ですね。でさっき僕が言ったこう、ここが硬くなりやすいって言ったところは、まあ、頭とか背骨とか、まあ、肩周りとかですよね。そうなんです。僧帽筋って後頭骨にひっついています。後頭骨ね。で、頸椎とか胸椎、胸椎の12番の方までひっついているんですね。だから背骨ですよ。背骨にひっついているんですね。で、まあ、もちろん肩甲骨にもひっついても肩としましょう。肩甲骨に付着をしています。僕のこう個人的な考えでは、こういった背骨に付着する筋肉が硬くなるから、背骨のカーブ、自然なカーブっていうのがこう阻害されて、それでまた頭に緊張がいって、まあ頭に緊張があるから寝にくいなっていうことにつながってるんじゃないかと感じています。なので、僧帽筋以外にも、こう、肩甲骨とかで始まって、背骨にひっつく筋肉があるんです。それが、これですね、これ、菱形筋と言います。菱形筋も胸椎にひっついています。で、背骨にひっついてるっていうことは、ここが硬くなると、背骨のメカニクス、この背骨の S 字カーブのメカニクスに何かしら影響がいくであろうと、そこから首の緊張とか頭の緊張につながって、まあ、同じですね。僧帽筋と一緒ですね。そこから寝にくくなる症状があると考えています。こういうのをもっと見ていったら、もっといろいろなね、筋肉があるんですよ。これ、わかります?これね、僧帽筋の奥に隠れてるやつなんですね。こんな感じで伸びているやつです。これ、肩甲挙筋です。肩甲挙筋ね。これは肩甲骨と今度は頸椎をつないでいるんですね。また頸椎の動きも大事なんですよ。頸椎硬いとまた、まあ睡眠だけじゃないんですけど、こう首の痛みとか首の可動域も落ちちゃうし、そこから首痛いなってつながって、その痛み、硬さからもしかしたら寝にくいなっていうことになるんじゃないかと思っています。そしてもう一つこう僕なりの考えを挙げると、こういった筋肉が硬くなる、もしくは筋膜組織が硬くなるとどうなるかというと、まあ、関節動きにくくなるわけですね。じゃあそれが寝たような姿勢とか寝るときにどう関係するかっていうと、筋肉筋膜が硬いと、まあ、文字通りガッチガチの服を着たような状態だと思ってください。寝るときに例えばピチピチのこうタイトなジーンズとかこうアンダーシャツとかですね、スポーツするときのアンダーシャツとかきつい服装って着ないと思うんですね。まあゆったりとしたパジャマとか、まあそれなりの、まあ、ジャージとか T シャツを着ると思うんですよね。そういったゆったりした服装だから体に締め付けがなくなって寝やすいと思うんですよ。でも筋肉が硬くなる、筋膜が硬くなると、それこそね、タイトな服を着てるような状態になるので寝苦しい、寝にくいなということになるんじゃないかと思っています。こうやってね、筋肉からその寝るということを解明していくともまた面白いんじゃないかと思います。一旦ね、このちょっと文字消しますね。それで他にも背骨、あとは後頭部とかにひっつく筋肉がいっぱいあります。例えばこの筋肉ですね。ちょっと見えにくいんですが、これを頭板状筋と言います。頭板状筋ね。あと一つ、頸板状筋っていうのもあります。覚えておいてください。今見せませんが、まあ、頸板状筋というものがあると思ってください。これも、まあ、背骨とか、あとは後頭骨にひっつくわけですね。で、ここ緊張する頭とか、頸椎のメカニクスが狂ってしまう。それでカチカチになる。硬い服を着てるのと一緒に寝心地が悪いというようになることもありますね。そして、その板状筋の奥にあるのが、起立筋というやつですね。脊柱起立筋とか、あとは半曲筋というやつとか、まあ、いっぱい細かい筋肉があるわけなんですね。もう一つまとめて、起立筋としましょう。起立筋じゃないものもあるけど、まあまあまあ、一緒くたにして起立筋としましょう。脊柱起立筋ですね。こういった起立筋だそうです。これは、仙骨とか腰椎とか胸椎とか、頸椎。これ背骨全部にあります。脊柱起立筋とか、その、
奥にある筋肉ですね。そういったものは仙骨、腰椎、胸椎、頸椎、後頭部、すべてのところにあります。じゃあそういうところが硬くなる、もう容量一緒ですね。その周りの関節が硬い、締め付けられる、寝苦しいということになるんじゃないかと思っております。そんで次は体幹の筋肉に行きたいんですが、一つね、ちょっと神経的なつながり、まあ痛みとか、こうジンジンするようなこと、そういったことも、まあ睡眠の障害、睡眠がしにくいなということにもなると思っているので、それをね、先に紹介していきます。はい、後頭部とかで神経が非常に大事になってくる箇所があるんです。この図ではね、かなり見にくいんですが、ここに神経が通っています。見にくい方、ここに神経が通っていると思ってください。ここを大後頭神経と言います。大後頭神経ね。まあこれ、名前とか場所を厳密に覚える必要はないんですが、これ後頭部の方から出て、頭頂部。頭のてっぺんの方まで行ってると思ってください。この大後頭神経がさっき出た僧帽筋とめちゃくちゃ近いんです。そして今日は言ってませんが、ここに胸鎖乳突筋という筋肉があります。この2つの筋肉とこの大後頭神経は非常に近いんです。じゃあ大後頭神経硬くなりました。胸鎖乳突筋硬くなりました。そしてこの隙間があるんですね。ここの隙間。ね、僧帽筋とか胸鎖乳突筋が硬くなったら、狭くなったり抑圧されたり、あと圧迫をね、加える可能性があるわけです。こうなったら大後頭神経どうなりますか？締め付けられます。神経は締め付けとか圧迫を非常に嫌がる組織なんですよね。だからここ硬くなったら、この辺の痛み、後頭部とか、まあ、頭のてっぺんの方の痛み、痺れになる。そうなったら寝にくいですよね。だから筋肉の緊張からの神経の締め付けということもあり得るんです。ちょっと深掘りすると、このあたり、っていうのは、まあ非常に外傷を受けやすい、トラウマを受けやすいんです。交通事故とか、こう格闘技とか、接触が多い、スポーツとかですね。この辺すごく、衝撃を受けやすいんです。だからそういったとこから睡眠障害になるっていうこともあり得るんですよ。だけど今日はもう筋肉に集中して、筋肉とか、あとはちょっとだけ神経に集中しているので、今日はね、この筋肉から寝苦しくなって、寝にくいっていうこともあり得ると思ってください。では次、体幹の方の筋肉に行きます。体幹の方の筋肉も、最初の方の前提で言った、こう背骨にひっつくとか、肋骨にひっつく、骨盤にひっつく、そういった筋肉が硬くなると、寝苦しいという方が多いような気がしています。最初の方に言った、脊柱起立筋とかそれに関わってくる筋肉、これですね。これ、多裂筋という筋肉も一部あるんですが、多裂筋という筋肉ね。こういったとこ、ね、仙骨とか腰椎とか胸椎とか、あと一部脊柱起立筋っていうのは肋骨にもひっついています。肋骨にひっつくっていうことは呼吸ね、大事になってくるわけなんですね。肋骨にひっつく筋肉が硬いということは呼吸が入りにくい、もしくは呼吸が出にくいということにつながりかねません。呼吸が浅いっていうことは脳に酸素がうまく行き渡らない、そっからの睡眠がしにくいということもあり得るかもしれません。こういった感じで、筋肉からの呼吸がしにくいからの寝にくいということも余裕であり得ると思っています。こういった背骨の筋肉、そして肋骨の筋肉も大事ということですね。他にもいっぱいあります。肋骨とか骨盤、腰椎にひっつく筋肉いっぱいあります。この青いやつですね。これ、腰方形筋です。この筋肉は、なんて言うんでしょう。僕の他の、図解とかでも出てきますね。腰方形筋。すごく大事な筋肉なんです。腰痛とか、あとは腰椎の動きとか、こう、硬さですね。体の伸びとかでも非常に大事になってきます。まあ、それぐらい大事なんで、骨盤とか腰椎とか、肋骨の動きで大事。この辺が動かないっていうことは、どうなるか、どういうことが考えられるか、腰椎が動かない。ということは、その上にある胸椎も動かない。その上にある頸椎、その上にある頭っていうのも動きにくくなる。だから、寝苦しいなっていうことにも直結することは、余裕であり得ると考えています。今日ね、こういったひたすら曖昧な表現をしていますね。僕はこういうことがあり得るよね。こういうことが考えられるねっていうことを言っています。これも最初の前提で言った、もう睡眠をしにくいっていうのは、いろんな要因、いろんな複合的な要因が絡んで、結果的に寝にくいなっていうことがあると考えているので、今日の筋肉が硬いっていう一つの要素を僕がお話ししているので、こういったところからも、そういった睡眠にアプローチできる、そういったヒントがあると思っているので、こういったことを今日はお話ししていっています。
まあ、まとめなんですが、腰椎、胸椎、頸椎、頭とか肋骨とか骨盤、まあ、俗に言う体幹と呼ばれるところが硬くなると寝苦しいなと訴える方が多いと感じています。そしてそういったところをなんかリリースとかセルフストレッチでこうほぐしてあげると結構あ寝やすいですとか、こう施術中に寝ちゃうような人も多いと思うので、これもまた一つ参考にしてみてください。そして僕は定期的に東京に出張の施術に行ってます。僕の解剖学の見方が面白くて施術を受けてみたいなとか、こういうことをもっと良くしたい、改善したいとお悩みの方は、概要欄にホームページのリンクと東京出張の LINE 公式アカウントを貼っていますので、そちらからお問い合わせを申し込みください。もしよければこの動画は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。